で、昨日広島県に2度目の緊急事態宣言が出ました。街の様子は変わったのでしょうか。午前8時前です。広島駅前のバス停では学校や会社へ向かう人が行列を作っています。昨日緊急事態宣言が出たばかりにもかかわらず、今朝の JR 広島駅にはいつもと変わらない風景が広がっていました。去年の4月の方が少なかったです。意識がちょっとまあ下がってるのかなっていう気はしますね。中間テストが近いのでまだそこまでいかない。あんまり変わらないかもしれないです。ちょっとでも雨の日なんで今日まだ多いかなと。県は事業者に対し出勤者の7割削減を要請しています。緊急事態措置の権限も最大限活用して、早く深く短く集中的な感染拡大防止対策に取り組みます。県は県内全域の酒類やカラオケ設備を提供する飲食店に原則休業を要請。休業しない場合は酒類を提供せず、営業時間を午後8時までに短縮するよう要請しています。また商業施設に関しては1000平方メートル以上の施設は午後8時までの営業時間短縮の要請となり、1万平方メートルを超えるとさらに土日の休業を求めています。本通り商店街では人の流れはそこそこあるんですが、普段感じるようなにぎわいはほとんどありません。緊急事態宣言の期間に入った昨日、本通り商店街では一部休業している店舗はあるものの、多くの人が行き交っていました。携帯が壊れたからね、しょうがなしに。多いね、意外と。ね、車もいいしね。びっくりするわ。大丈夫かね。いつまでまあちょっと緊急事態宣言とか外出れないかもわからない。夏服だけ早めに買っておこうかなっていう。出張販売に来ていた酒店も。もうちょっと少ないのかなと思ったんですけど、思ったより普通に人がいるような感じがしてびっくりはしてます。いつもと比べたらやっぱり悪いですね。また緊急事態宣言に伴う今後の出張販売についても不安を覗かせます。今後はもしかしたらこの売り場も閉店、休業されるかもしれないので、まあ、そうなったらやっぱりどんどん売り場はなくなっていくような感じですか。県によりますと、昨日午後2時の人出は先週日曜日と比べ、広島駅でマイナス 18.2%、本通り商店街でマイナス 24.2%、それぞれおよそ2割減少しました。それでも県が要請する外出機会の半減にはまだ届いていない状況です。また百貨店でもバタバタしながら、できることを今日やったという感じですね。広島三越は19日から営業時間を30分短縮、22日からの休日は生活必需品売り場を除き臨時休館することを決めました。やってもいいかという確認を今一つ一つやっていくというところになってますね。県は要請に対し準備が間に合わない場合は19日までに対応すれば協力金の支給対象にするとしているため、今後も休業や時短など影響は広がりそうです。はい、緊急事態宣言による県内の商業施設への影響をまとめました。百貨店はご覧の通りです。そごう広島店は平日は午後7時半までとする一方、土日については現在未定とのことです。また福屋は平日は午後7時まで、土日は本店、広島駅前店とも食品など一部のみ午後7時までです。天満屋は福山店と緑井店で異なりますが、いずれも土日は食品売り場などの営業に限るとしています。そして夢タウンやイオンモールはご覧の通りです。夢タウン広島やレクトなど大型店舗の土日については未定です。またイオンモール広島府中、イオンモール広島祇園は土日は食品など一部のエリアに限って営業します。
続いて今日これまでに発表されている感染者数です。広島市で153人、福山市で10人、呉市で4人、合わせて167人となっています。その他の市町についてはこの後県が発表します。広島市では5日連続150人以上の感染者が発表されています。また広島市では医療機関で職員5人が感染し、新たなクラスターも発生しています。さらに広島市ではこれまでに確認された感染者のうち116人が変異ウイルスに感染していたことが分かりました。これで県内で判明した変異ウイルスの感染者857人となりました。ここで速報です。新型コロナの感染者が県内で今日新たに198人発表されました。県内で200人を下回ったのは6日ぶりとなります。下回ったといえ198人ですが、依然感染者の多い状況が続いています。広島市に住む80歳以上の高齢者を対象にしたワクチンの集団接種が始まりました。集団接種会場となっているマリーナホップには、接種開始の午前10時前から家族に付き添ってもらうなどした多くの高齢者が訪れました。今回の集団接種の対象は80歳以上の高齢者で、予約した人が受けることができます。予約を息子が一番にしてくれたから、一番に行ってもらいました。痛くなかった。きれいにね、並べてから整ってからしてたから良かったです。安心しました。医療機関で実施する個別接種は広島市内465箇所で来週から本格的にスタートします。広島市は80歳未満の高齢者についてもできるだけ早く接種を進めたいとしていて、10月初旬までに高齢者およそ30万人分の接種完了を目指しています。県は新型コロナの感染拡大を抑え込むため、広島市中心部に PCR センターを開設しました。非常に若者に多いということで、この度ですね、急遽本通りに、設置させていただいたと。県内6カ所目の PCR センターが開設されたのは、本通り商店街の近くで、建て替えのため解体された交番の敷地を利用しました。対象は県内の無症状者で、検査費用は無料ですが、事前に電話予約が必要です。初日の今日はおよそ200人がセンターを訪れました。駅からも近いんで来やすかったですけど、確認の意味も込めて。県は広島市と福山市の事業所を対象とした集団検査などを一旦停止していますが、県内すべての PCR センターは当面毎日続けるということです。さて、保存か解体かで議論が続く旧陸軍被服支廠、県が所有する3棟すべてを耐震化する方向で調整していることが分かりました。県はこれまで1棟保存、2棟解体案の見直しを行ってきました。関係者によりますと、早急に安全対策を行う必要があるなどとして、県は3棟の耐震性を確保し、建物内部の見学ができるよう進めていく方針だということです。工事費は1棟あたりおよそ5億8000万円と見込んでいて、1階は人数制限なし、2階と3階は50人程度が利用することを想定しています。今後広島市と費用負担の協議なども進めたいとしています。河井案里元参議院議員の歳費は違法だとして、弁護士らが会計検査院に審査を求めました。東京や大阪などの弁護士グループは、河井案里元議員に支払われた歳費などが違法な支出に当たるとして、会計検査院に対し支出を審査し、国に是正するよう求める審査要求書を提出しました。弁護士らは、案里前議員は有罪判決が確定して当選が無効となったため、初めから議員の身分を有していない、歳費などのおよそ4900万円は不当な利得に当たり、国は返還を求めるべきだと主張しています。
案里元議員は公職選挙法違反の罪で懲役1年4ヶ月、執行猶予5年の判決が確定しています。